N かけるガールズライキッド。このコーナーは街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りします。ラブ FM ポップテープ、毎週日曜12時からは N かけるガールズライキッド。このコーナーは西鉄グループと様々な人こと物の掛け合わせで生まれるストーリーをお届けしているオンラインマガジン N かけるの記事を、私たち現役大学生 DJ が体験紹介します。はい、その西鉄の N と一言物の掛け合わせのかけるで N かけるということで、今日紹介してくださるのは桑原ゆいちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。早速今日紹介する記事はこちら、福太郎めんべいの歴史と開発秘話。おー、めんべいです。はい、福岡を代表する定番土産として、うん、地元民はもちろん全国区で人気を博するめんべい、うん、年間30億円以上を売り上げる明太子でも有名な山口油屋福太郎の大ヒット商品です。はい、2021年の発売から10年、2001年ね、あ、間違えました、うん、失礼しました。2001年の発売から、うん、10年が経った頃から人気に火がつき、うん、次々と新しい味が出て、うん、なぜ、失礼しました。その豊富なラインナップが人気の秘訣の一つなんですが、なんと現在はですね、うん、発売中の味およそ60種類もありまして、ちょっと私も想像以上でびっくりしてます、今記事を見て。はい、その福太郎のめんべい、なぜ福太郎は常に新しい味を求め続けるのか、はい、この疑問に N かけるでは、なんと山口油屋福太郎の社長田中博之さんにお話を聞いています。はい、はい、あいかちゃんめんべい好き、あ、好きです、うん、言ってた。おい、何味が好きですか？私はあのネギっていうか、はい、ですよね、なんかあの緑色の九条ネギが一番好きです、うん、私もこの前食べてそれが一番、うん、いや、あ、ですよね、そうなんだ。なんか止まらなくて、うん、福岡なんか基本のめんべいってお土産のイメージがあると思うんですけど、うん、私は本当なんかポテチみたいな感覚で自分用いや家で行ってますうんうん、うん、私はおばあちゃん家によく置いてあるイメージがあります。よく食べてます。そうだね、はい、そのめんべいなんか、うん、いろいろパッケージがあって、いや、そうだよね、あの九州エリアのコラボめんべいの箱が、うん、ちょっとさっき調べてみたんですけど、うん、例えば沖縄だったら、うん、なんか海の写真が背景というか、なってたり、はいはいはい、うん、あとは熊本だと熊本城とか、うん、佐賀だとあのバルーンフェスタみたいな感じのバルーンが、ご当地のね、ご当地の、あと大分はこの前、大分だったっけ、あ、そう、この前、うん、猿の話したじゃない、大分だね、大分高崎のお猿さんが、そうですよ、パッケージになってたりするんですよ、すっごい可愛いです。いや、もう福岡のみならず展開されてる、そうだね、可能性が無限大、はい、もういろいろ調べたらそれもたくさん出てくるので、うん、パッケージも見てみたら面白いかなとは思います、ね、そうね、あの、はい、なんだっけ、ナポリタージュもね、うん、この発売されたばっかりだったしね、うん、すごい、ナポリタージュ、ナポリタージュもすっごい美味しいし、パッケージも可愛いし、うん、ね、いいね、ぜひぜひ、この前あの売ってあるの見ました。そうね、新商品だからね、そう私もすぐもうあのお世話になってる人にどうぞって言って、はい、食べてみました。女子大生があの、はい、あ、いただきました、女子大生があのめっちゃ美味しかったって言ってました、はい、もうめっちゃ美味しいです、どうでした、自分にもいただきました。本当にナポリタンだね、はい、すごい、トマト感がすごいです。トマト感、そうそう、まさにそう、ちょっと新境地に入ります、私もめんべいの新境地に挑戦して、やっぱネギを超えるかもしれない、ネギ超えるかも、すぐ安定に走っちゃうんで、いや、ナポリタージー美味しいです、うん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 、はい、ぜひぜひ皆さんもいいなー、ナポリタージーもね、あ、ききだってキキメンベやってたもんね、そう、企画でね、あの、ナナミさんと、うんうんうん、私もやってみたかった、ぜひ、それができるんですよ、そう、できます、うん、それがですね、この企画を実施した、うん、私たちがキキメンベを実施した、うん、ところなんですけど、中央区渡辺通りにある角内福太郎にて、うん、はい、29日、今月29日、9月29日金曜日まで、うん、キ
き綿米セットが発売中です。はい、29日までなんですね。そうみたいね。あと少しです。はい、発売中です。うん、全問正解した方にはドリンク1杯無料券をプレゼントしています。うん、美味しくて楽しいきき綿米、この機会にぜひ、ということです。皆さんぜひぜひ楽しんで。できるかな。え、難しい。難しいです。いや、なんか難しいって聞いて。難しいけど楽しい方が。うん、ね。ぜひぜひ皆さんも、ぜひ29日までなのであと少し。やりたーい、やります。はい。ちょっと楽しんでみてください。一番の成績を残したいです。私は。はい。それでは皆さんもぜひ楽しんでみてください。うん、はい、ということで今日の N× ガールズライキッドは。福太郎綿米の歴史と開発秘話の記事をご紹介しました。 N かけるガールズライキッドではこれまで放送してきたアーカイブがポッドキャストで配信中です。ラブ FM のホームページからもお聞きいただけますし、 Spotify ポッドキャストでも配信中なので、うん、皆さんフォロー、そして過去の放送もぜひ聞いてみてください。はい、ゆいちゃん紹介ありがとうございました。以上 N かけるガールズライキッドでした。